こんにちは、ななと申します。今日は、私が介護の仕事を選んだ理由や、日々の生活、そしてこの仕事のやりがいについて、少し長くお話しさせていただきます。介護の仕事に興味がある方や、これから介護の分野で働きたいと考えている方々にも、 参考になれば嬉しいです。まず、私がなぜ介護の仕事を選んだのかというところから話しますね。私の祖母が大きな影響を与えてくれました。祖母は私が小さい頃からいつも優しく、家族の中でも特に私を可愛がってくれました。彼女が作ってくれる料理や、 一緒に過ごした時間は私にとって今でも特別な思い出です。しかし、祖母が年をとってからは体が少しずつ弱くなり、日常生活の中でいろいろな手助けが必要になりました。その時、私も何か役に立てないかと思い、少しずつ介護のお手伝いをするようになりました。 この経験が私に介護という仕事の大切さを教えてくれたのです。人が年を重ねると自分でできることが減っていくことがあります。ですが、誰かがそばにいて支えたり助けたりすることでその人の生活が豊かになるのだと気づきました。それ以来、 私は他の人のお世話をする仕事に興味を持ち始め、介護職に就くことを決意しました。最初は不安もありました。日本で介護の仕事をするのは簡単ではないだろうと感じていましたし、文化や言語の違いも心配でした。しかし、実際に日本に来てみると、 介護の世界はとても暖かく、すぐにここで働きたいという気持ちになりました。初めて介護施設に足を踏み入れた時のことを今でもよく覚えています。とても広い施設でたくさんのお年寄りがいて、スタッフの皆さんも忙しそうに動き回っていました。 その光景に圧倒され、正直少し不安になりました。自分にこの仕事ができるのかな、うまくやれるだろうか、と心の中で思いました。しかし、先輩たちはとても優しく、私が慣れるまでしっかりサポートしてくれました。介護の仕事は、 チームワークが大切だとすぐにわかりました。お年寄り一人一人に対してみんなで協力しながら最善を尽くすことが必要だからです。それに気づいてからは少しずつ自信を持って仕事ができるようになりました。毎日朝早くから仕事が始まります。 朝食前には、お年寄りを起こし、顔を洗ったり、着替えを手伝ったりします。中には体が弱くて自分では動けない方もいますので、そういった方には特に気を使って、丁寧にお世話をします。朝食の時間も一つの大切な時間です。自分で食べられる方もいれば、 食事のサポートが必要な方もいます。それぞれに合わせて食事をお手伝いするのも私たち介護士の仕事です。そして次は入浴のサポートです。お風呂が好きなお年寄りもいれば少し怖がる方もいます。そういう方には優しく声をかけ、 安心してもらうことが大切です。お風呂に入ることで気持ちもリフレッシュできるので入浴後のお年寄りたちはとてもリラックスした表情を見せてくれます。私には特に仲の良いおばあちゃんがいます。彼女の名前は山田さんでとても優しくいつも私に笑顔で接してくれます。 山田さんとの毎日の交流は私にとっても大きな励みになっています。山田さんは少し足が不自由で歩くのが大変ですが私が手を引くと安心して歩いてくれます。彼女の笑顔を見ると私も自然と笑顔になります。散歩が好きな山田さんとは よく一緒に外の庭を散歩します。季節ごとに咲く花を見ながら、彼女の好きな花の話を聞くのが私たちの楽しみです。特に春になると、桜の話をたくさんしてくれます。昔は桜の下でお花見をよくしたのよ、と彼女が語ると、 私もその風景を頭の中で想像して一緒に楽しむことができます。このような小さな喜びが介護の仕事にはたくさんあります。他の仕事では経験できないような人との深い交流ができるのが介護の魅力です。特定技能の他の仕事と比べても 介護は人と密接に関わる機会が多いです。工場や技術系の仕事では、機械や技術に向き合うことが多いかもしれませんが、介護では毎日人と向き合います。お年寄りと話をし、一緒に時間を過ごすことで、その人の生活に寄り添うことができるのです。もちろん、 介護の仕事は体力的にも精神的にも大変な部分があります。特に夜勤は体力を使いますし、急にお年寄りの体調が悪くなることもあります。そういう時は、私たちスタッフも気が抜けず、常に注意を払わなければなりません。でも、そんな時こそ、 チームのみんなが助け合って仕事を進めていきます。一人ではなく、みんなで支え合うことで、大変な時も乗り越えられるのです。疲れた時や辛い時、私はよく自分の両親のことを思い出します。母国にいる両親は、私が日本で働いていることを応援してくれています。 いつか私も自分の両親が年をとった時にはしっかりとお世話ができるようになりたいと思っています。この介護の仕事で学んだことを自分の家族にも生かしていきたいです。お年寄りたちのありがとうという一言や笑顔を見るたびにこの仕事をしていてよかったと心から思います。 どんなに疲れていても、その一言で元気が出ます。介護の仕事は決して簡単ではありませんが、他の仕事では得られないような喜びとやりがいを感じることができます。これからも私は、もっともっと経験を積んで、お年寄りたちに喜んでもらえるような介護士になりたいと思っています。 私自身も成長し続け、お年寄りたちに安心して頼ってもらえる存在になれるよう、日々努力しています。皆さんも、介護の仕事に興味があれば、ぜひ一度挑戦してみてください。大変なこともありますが、その分たくさんの学びと喜びがあります。そして、 何よりも人とのつながりが深まり、自分自身の成長にもつながる仕事です。今日は私の介護の仕事について少し長くお話ししましたが、少しでも参考になれば嬉しいです。これからも毎日を大切にして、お年寄りと共に素晴らしい時間を過ごしていきたいと思います。 最後まで聞いていただき、ありがとうございました。こんにちは、ナナと申します。今日は、私が介護の仕事を選んだ理由や、日々の生活、そしてこの仕事のやりがいについて、少し長くお話しさせていただきます。 介護の仕事に興味がある方や、これから介護の分野で働きたいと考えている方々にも参考になれば嬉しいです。まず、私がなぜ介護の仕事を選んだのかというところから話しますね。私の祖母が大きな影響を与えてくれました。 祖母は私が小さい頃からいつも優しく、家族の中でも特に私を可愛がってくれました。彼女が作ってくれる料理や一緒に過ごした時間は私にとって今でも特別な思い出です。しかし、祖母が年をとってからは体が少しずつ弱くなり、日常生活の中で いろいろな手助けが必要になりました。その時、私も何か役に立てないかと思い、少しずつ介護のお手伝いをするようになりました。この経験が私に、介護という仕事の大切さを教えてくれたのです。人が年を重ねると、自分でできることが減っていくことがあります。 ですが、誰かがそばにいて支えたり助けたりすることで、その人の生活が豊かになるのだと気づきました。それ以来、私は他の人のお世話をする仕事に興味を持ち始め、介護職に就くことを決意しました。最初は不安もありました。 日本で介護の仕事をするのは簡単ではないだろうと感じていましたし、文化や言語の違いも心配でした。しかし、実際に日本に来てみると、介護の世界はとても暖かく、すぐにここで働きたいという気持ちになりました。初めて介護施設に足を踏み入れた時のことを、 今でもよく覚えています。とても広い施設で、たくさんのお年寄りがいて、スタッフの皆さんも忙しそうに動き回っていました。その光景に圧倒され、正直少し不安になりました。自分にこの仕事ができるのかな、うまくやれるだろうか、と心の中で思いました。 しかし、先輩たちはとても優しく、私が慣れるまでしっかりサポートしてくれました。介護の仕事はチームワークが大切だとすぐにわかりました。お年寄り一人一人に対して、みんなで協力しながら最善を尽くすことが必要だからです。それに気づいてからは、 少しずつ自信を持って仕事ができるようになりました。毎日朝早くから仕事が始まります。朝食前にはお年寄りを起こし、顔を洗ったり、着替えを手伝ったりします。中には体が弱くて自分では動けない方もいますので、そういった方には特に気を使って、 丁寧にお世話をします。朝食の時間も一つの大切な時間です。自分で食べられる方もいれば、食事のサポートが必要な方もいます。それぞれに合わせて、食事をお手伝いするのも私たち介護士の仕事です。そして、次は入浴のサポートです。 お風呂が好きなお年寄りもいれば少し怖がる方もいます。そういう方には優しく声をかけ安心してもらうことが大切です。お風呂に入ることで気持ちもリフレッシュできるので入浴後のお年寄りたちはとてもリラックスした表情を見せてくれます。私には 特に仲の良いおばあちゃんがいます。彼女の名前は山田さんで、とても優しく、いつも私に笑顔で接してくれます。山田さんとの毎日の交流は、私にとっても大きな励みになっています。山田さんは少し足が不自由で、歩くのが大変ですが、 私が手を引くと安心して歩いてくれます。彼女の笑顔を見ると私も自然と笑顔になります。散歩が好きな山田さんとはよく一緒に外の庭を散歩します。季節ごとに咲く花を見ながら彼女の好きな花の話を聞くのが私たちの楽しみです。 特に春になると桜の話をたくさんしてくれます。昔は桜の下でお花見をよくしたのよと彼女が語ると私もその風景を頭の中で想像して一緒に楽しむことができます。このような小さな喜びが介護の仕事にはたくさんあります。 他の仕事では経験できないような人との深い交流ができるのが介護の魅力です。特定技能の他の仕事と比べても介護は人と密接に関わる機会が多いです。工場や技術系の仕事では機械や技術に向き合うことが多いかもしれませんが、 介護では毎日人と向き合います。お年寄りと話をし、一緒に時間を過ごすことで、その人の生活に寄り添うことができるのです。もちろん、介護の仕事は体力的にも精神的にも大変な部分があります。特に夜勤は体力を使いますし、 急にお年寄りの体調が悪くなることもあります。そういう時は、私たちスタッフも気が抜けず、常に注意を払わなければなりません。でも、そんな時こそ、チームのみんなが助け合って仕事を進めていきます。一人ではなく、みんなで支え合うことで、 大変な時も乗り越えられるのです。疲れた時や辛い時、私はよく自分の両親のことを思い出します。母国にいる両親は、私が日本で働いていることを応援してくれています。いつか私も自分の両親が年をとった時には、 しっかりとお世話ができるようになりたいと思っています。この介護の仕事で学んだことを自分の家族にも生かしていきたいです。お年寄りたちのありがとうという一言や笑顔を見るたびにこの仕事をしていてよかったと心から思います。どんなに疲れていても その一言で元気が出ます。介護の仕事は決して簡単ではありませんが、他の仕事では得られないような喜びとやりがいを感じることができます。これからも私は、もっともっと経験を積んで、お年寄りたちに喜んでもらえるような介護士になりたいと思っています。 私自身も成長し続け、お年寄りたちに安心して頼ってもらえる存在になれるよう、日々努力しています。皆さんも、介護の仕事に興味があれば、ぜひ一度挑戦してみてください。大変なこともありますが、その分たくさんの学びと喜びがあります。そして、 何よりも人とのつながりが深まり、自分自身の成長にもつながる仕事です。今日は私の介護の仕事について少し長くお話ししましたが、少しでも参考になれば嬉しいです。これからも毎日を大切にして、お年寄りと共に素晴らしい時間を過ごしていきたいと思います。 最後まで聞いていただき、ありがとうございました。こんにちは、ナナと申します。今日は、私が介護の仕事を選んだ理由や、日々の生活、そしてこの仕事のやりがいについて、少し長くお話しさせていただきます。 介護の仕事に興味がある方や、これから介護の分野で働きたいと考えている方々にも参考になれば嬉しいです。まず、私がなぜ介護の仕事を選んだのかというところから話しますね。私の祖母が大きな影響を与えてくれました。 祖母は私が小さい頃からいつも優しく、家族の中でも特に私を可愛がってくれました。彼女が作ってくれる料理や一緒に過ごした時間は私にとって今でも特別な思い出です。しかし、祖母が年をとってからは体が少しずつ弱くなり、日常生活の中で いろいろな手助けが必要になりました。その時、私も何か役に立てないかと思い、少しずつ介護のお手伝いをするようになりました。この経験が私に、介護という仕事の大切さを教えてくれたのです。人が年を重ねると、自分でできることが減っていくことがあります。 ですが、誰かがそばにいて支えたり助けたりすることで、その人の生活が豊かになるのだと気づきました。それ以来、私は他の人のお世話をする仕事に興味を持ち始め、介護職に就くことを決意しました。最初は不安もありました。 日本で介護の仕事をするのは簡単ではないだろうと感じていましたし、文化や言語の違いも心配でした。しかし、実際に日本に来てみると、介護の世界はとても暖かく、すぐにここで働きたいという気持ちになりました。初めて介護施設に足を踏み入れた時のことを、 今でもよく覚えています。とても広い施設で、たくさんのお年寄りがいて、スタッフの皆さんも忙しそうに動き回っていました。その光景に圧倒され、正直少し不安になりました。自分にこの仕事ができるのかな、うまくやれるだろうか、と心の中で思いました。 しかし、先輩たちはとても優しく、私がなれるまでしっかりサポートしてくれました。介護の仕事はチームワークが大切だとすぐにわかりました。お年寄り一人一人に対して、みんなで協力しながら最善を尽くすことが必要だからです。それに気づいてからは、 少しずつ自信を持って仕事ができるようになりました。毎日朝早くから仕事が始まります。朝食前にはお年寄りを起こし、顔を洗ったり、着替えを手伝ったりします。中には体が弱くて自分では動けない方もいますので、そういった方には特に気を使って、 丁寧にお世話をします。朝食の時間も一つの大切な時間です。自分で食べられる方もいれば、食事のサポートが必要な方もいます。それぞれに合わせて、食事をお手伝いするのも私たち介護士の仕事です。そして、次は入浴のサポートです。 お風呂が好きなお年寄りもいれば少し怖がる方もいます。そういう方には優しく声をかけ安心してもらうことが大切です。お風呂に入ることで気持ちもリフレッシュできるので入浴後のお年寄りたちはとてもリラックスした表情を見せてくれます。私には 特に仲の良いおばあちゃんがいます。彼女の名前は山田さんで、とても優しく、いつも私に笑顔で接してくれます。山田さんとの毎日の交流は、私にとっても大きな励みになっています。山田さんは少し足が不自由で、歩くのが大変ですが、 私が手を引くと安心して歩いてくれます。彼女の笑顔を見ると私も自然と笑顔になります。散歩が好きな山田さんとはよく一緒に外の庭を散歩します。季節ごとに咲く花を見ながら彼女の好きな花の話を聞くのが私たちの楽しみです。 特に春になると桜の話をたくさんしてくれます。昔は桜の下でお花見をよくしたのよと彼女が語ると私もその風景を頭の中で想像して一緒に楽しむことができます。このような小さな喜びが介護の仕事にはたくさんあります。 他の仕事では経験できないような人との深い交流ができるのが介護の魅力です。特定技能の他の仕事と比べても介護は人と密接に関わる機会が多いです。工場や技術系の仕事では機械や技術に向き合うことが多いかもしれませんが、介護では 毎日人と向き合います。お年寄りと話をし、一緒に時間を過ごすことで、その人の生活に寄り添うことができるのです。もちろん、介護の仕事は体力的にも精神的にも大変な部分があります。特に夜勤は体力を使いますし、 急にお年寄りの体調が悪くなることもあります。そういう時は、私たちスタッフも気が抜けず、常に注意を払わなければなりません。でも、そんな時こそ、チームのみんなが助け合って仕事を進めていきます。一人ではなく、みんなで支え合うことで、 大変な時も乗り越えられるのです。疲れた時や辛い時、私はよく自分の両親のことを思い出します。母国にいる両親は、私が日本で働いていることを応援してくれています。いつか私も自分の両親が歳をとった時には、 しっかりとお世話ができるようになりたいと思っています。この介護の仕事で学んだことを自分の家族にも生かしていきたいです。お年寄りたちのありがとうという一言や笑顔を見るたびにこの仕事をしていてよかったと心から思います。どんなに疲れていても その一言で元気が出ます。介護の仕事は決して簡単ではありませんが、他の仕事では得られないような喜びとやりがいを感じることができます。これからも私は、もっともっと経験を積んで、お年寄りたちに喜んでもらえるような介護士になりたいと思っています。 私自身も成長し続け、お年寄りたちに安心して頼ってもらえる存在になれるよう、日々努力しています。皆さんも、介護の仕事に興味があれば、ぜひ一度挑戦してみてください。大変なこともありますが、その分たくさんの学びと喜びがあります。そして、 何よりも人とのつながりが深まり、自分自身の成長にもつながる仕事です。今日は私の介護の仕事について少し長くお話ししましたが、少しでも参考になれば嬉しいです。これからも毎日を大切にして、お年寄りと共に素晴らしい時間を過ごしていきたいと思います。 最後まで聞いていただき、ありがとうございました。